出エジプト記第6章。主はモーセに言われた。今あなたは私がパロに何をしようとしているかを見るであろう。すなわちパロは強い手に強いられて彼らを去らせるであろう。いな、彼は強い手に強いられて彼らを国から追い出すであろう。神はモーセに言われた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブには全能の神として現れたが、主という名では自分を彼らに知らせなかった。私はまたカナンの地、すなわち彼らが起立したその起立の地を彼らに与えるという契約を彼らと立てた。私はまたエジプト人が奴隷としているイスラエルの人々のうめきを聞いて私の契約を思い出した。それゆえイスラエルの人々に言いなさい。私は主である。私はあなた方をエジプト人の労役の下から導き出し、奴隷の務めから救い、また伸べた腕と大いなる裁きをもってあなた方をあがなうであろう。私はあなた方をとって私の民とし、私はあなた方の神となる。私がエジプト人の労役の下からあなた方を導き出すあなた方の神、主であることをあなた方は知るであろう。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与える手を挙げて誓ったその地にあなた方を入らせ、それを所有として与えるであろう。私は主であると。モーセはこのようにイスラエルの人々に語ったが、彼らは心の痛みと厳しい奴隷の務めのゆえにモーセに聞き従わなかった。さて主はモーセに言われた。エジプトの王パロのところに行って、彼がイスラエルの人々をその国から去らせるように話しなさい。モーセは主に向かって言った。イスラエルの人々でさえ私の言うことを聞かなかったのに、どうして唇に割礼のない私の言うことをパロが聞き入れましょうか。しかし主はモーセとアロンに語って、イスラエルの人々とエジプトの王パロのもとに行かせ、イスラエルの人々をエジプトの地から導き出せと命じられた。彼らの先祖の家の首長たちは次の通りである。すなわちイスラエルの長子ルベンの子らはハノク、パル、ヘズロン、カルミで、これらはルベンの一族である。シメオンの子らはエムエル、ヤミン、オハデ、ヤキン、ゾハル、およびカナンの女から生まれたシャウルで、これらはシメオンの一族である。レビの子らの名はその世代に従えばゲルション、コハテ、メラリで、レビの一生は137年であった。ゲルションの子らの一族はリブニとシメイである。コハテの子らはアムラム、イズハル、ヘブロン、ウジエルで、コハテの一生は133年であった。メラリの子らはマヘリとムシである。これらはその世代によるレビの一族である。アムラムは父の妹ヨケベデを妻としたが、彼女はアロンとモーセを彼に産んだ。アムラムの一生は137年であった。イズハルの子らはコラ、ネペグ、ジクリである。ウジエルの子らはミサエル、エルザパン、シテリである。アロンはナションの兄弟アミナダブの娘エリセバを妻とした。エリセバは彼にナダブ、アビウ、エレアザル、イタマルを産んだ。コラの子らはアッシル、エルカナ、アビアサフで、これらはコラ人の一族である。アロンの子エレアザルは
プテールの娘の一人を妻とした。彼女はピネハスを彼に産んだ。これらはその一族によるレビ人の先祖の家の首長たちである。主がイスラエルの人々をその軍団に従ってエジプトの地から導き出しなさいと言われたのはこのアロンとモーセである。彼らはイスラエルの人々をエジプトから導き出すことについてエジプトの王パロに語ったもので、すなわちこのモーセとアロンである。主がエジプトの地でモーセに語られた日に、主はモーセに言われた。私は主である。私があなたに語ることは、皆エジプトの王パロに語りなさい。しかしモーセは主に向かって言った。ご覧の通り、私は唇に割礼のないものです。パロがどうして私の言うことを聞き入れましょうか。